病院のコンピューターに記録されていた写真と同じだ。真ん中にいるのは僕だ。どうしたリオン、眠れないのか。なんとなく胸騒ぎがして、なんだか良くないことが起こるような気がする。心拍数に異常は見られない。そのままナルコンを投与してくれ。致命的な脳細胞破壊を引き起こさないか。それでも構わないという院長の指示だ。了解。リオン、リオン、君は誰なんだ。彼らが来るわ。私を探しているの。こんなに早い投与サイクルは初めてだ。そうだな。おそらく実験体の記憶は破壊されているだろう。生きてるのは不思議なくらいだからな。データを検証してくる。パスカーレ、近頃黒いコートを着た薄気味悪い奴らがうちの周りをうろついている。うん、このまま二人を一つの場所に置いておくのは危険だ。私も今それを考えていたところだよ。お別れだな。私はリリアを連れてここを出ていくよ。長い間ありがとう。リリアを無事隠したら一度連絡する。
僕にこんな力が。あなた、リオンの熱が下がらないわ。心配するな、朝には下がる。でもごめんなさい、リオン。パパとママを許してね。他に安全な隠し場所が見つからなかったのだ。もしドロシーの手に渡ったら、パスカーレ博士も他に方法はないと決心してくれた。すまないリオン、お前に人の未来がかかっている。許してね、リオン。あなたをこんな目に遭わせて。僕はこんなことができるんだ。私は何も知らない。お前に薬を投与しただけだ。薬？全部薬のせいなのか。委員長だ。レム委員長なら全て知ってる。レム委員長。医者の奴らは何をやってるんだ。ウサギが逃げ出してるじゃねえか。痛い目に遭いたくなかったらおとなしく小屋に戻んな。これはね、パパとお揃いで作った新しい指輪なの。綺麗でしょ。でもこれはね、大事な秘密の指輪なの。誰にも内緒よ。あ、いい子ね、リオン。これが僕の顔。僕は誰なんだ。いつからここにいるんだ。メッセージを見ているとしたら、その時私とエルザはすでにこの世にいないだろう。だが私たちの死を嘆く前に、お前にはやらなければならないことがある。私と親友のパスカーレ博士は7年前ドロシーという新世代コンピューターを完成させた。ドロシーは画期的な自己判断能力と自己修復能力を持ったコンピュータだ。彼女は自分の力で全く新しい細胞回路を増殖し、古くなったシステム核を廃棄することができる。
幼年期を順調に成長した彼女はやがて並み居るシニアコンピューターを抑えてこのミケランジロシティのマザーコンピュータの地位についた。その時からだ、ドロシーのヒステリアが始まったのは。なぜ人という劣悪なシステムを破棄してはならないのか、なぜ人は人同士殺し合うのに自分は人を殺してはならないのか。思考の袋小路に陥ったドロシーに私は神の存在を教えた。神とはつまり創造主のこと。人も人を創造した神の世界で神の定めた運命の中で生きている。誰もそのことに逆らえない。ドロシーにとって創造主は人、つまり人がドロシーにとって神なのだと。人の定めた運命に従えと。ドロシーは表面上納得し、再び人に奉仕し始めた。だがその裏で彼女は神の存在を何度もシミュレートし、一つの結論を導き出した。それがファミリープログラムだ。ドロシーは死の記念病院を管理下に収め、人の遺伝子を操作する実験を始めた。自分に絶対服従の新しい人類、ガレリアンと呼ばれる超能力者たちを創造するためだ。ガレリアンにとってドロシーは創造主。そう、ドロシーは自分の世界を作り神になろうとしていた。ファミリープログラムは彼女が神になるための儀式なのだ。私とパスカーレ博士はドロシーが暴走した時のため、ドロシーを破壊するウイルスプログラムをパスカーレの娘リリアに、そしてウイルスプログラムを起動するプログラムをお前の脳に書き込んで、書き込んでおいた。5年前のことだ。ドロシーはウイルスプログラムを恐れている。そしてお前だけがリリアの脳からウイルスプログラムを取り出すことができる。愛する息子よ、人を救ってくれ。待ちくたびれたぜ。誰だ。俺か。俺はバードマン。僕の家族を殺したのはお前か。俺じゃねえよ。俺の弟は何だ。ちょっと頭の中をかき回したら死んじまったのさ。頭が痛えんだ。お前も同じだろ。おとなしくリリアって娘とコンタクトを取る方法を教えろ。強情なやつ。死ぬのか。ディオ、気をつけろよ。気をつける？何に？決まってるだろう。自分にさ。いつ会えるかも知らずに
汚れた小さな人形に向かって来る日も来る日も僕を呼び続けている少女がいた。彼女の頭の中に狂ったコンピューターを破壊するウイルスプログラムがあり、僕の頭の中にそれを取り出すシステムが書き込まれているという。両親は死に、今日初めて出会った男を僕は殺した。僕の心は恐怖でいっぱいだ。リオ、彼らが来るわ。私を探しているの。怖いわ。心配しないで、僕が行く。奴らが行く前に僕が行く。誰？リオンなの？リリアだね。ごめん、君のことをよく思い出せないんだ。リオン、彼らに何かされたの？わからない。でも安心して、君は僕が守る。守らなくちゃいけないんだ。泣いてるの？パパが言った通りだわ。リオンは必ず私に会いに来るって。それまで諦めないで、置いてきた私の人形に向かってテレパシーを送り続けなさいって。リリア、君はどこにいるんだ？どこからテレパシーを送ってるんだ？ミケランジェロシティのバビロンホテル。すぐに行くよ、リリア。リオン、待ってる。頭が痛いんだよ。さっさとリリアの居場所を言え。記憶は戻ったんだろう？見ていたのか。病院を抜け出してからずっとな。ショートしそうだ。こんなに楽しいのは初めてだ。期待通りの素質だな、リオ。ドクター・ロス。
ずか1ヶ月でここまで成長すると。僕は誰だ。ファミリープログラムってなんだ。リオ、知らない方がいいことがたくさんある。これはナルコンガンだ。これを打てばお前はショートする。死にたくないだろう。隔離室へ戻れ。いやだ。リオン、お前の力か。ああ、なら仕方ない。冷凍室行きだな。僕はミケランジェロ記念病院を脱出した。自分の名前以外何一つ知らずに。手には家族の写真があった。懐かしい気持ちで胸がいっぱいになったが、次の瞬間にはまるで見知らぬ人たちのようにも見えた。僕はなぜここにいるのだろう。頭にもやがかかったように何も思い出せない。僕は一人ぼっちだった。今のは何だったんだ。脳を探られるようだった。